するしない？それでは今回の匠ご覧ください。曲一本バー開始です。皆さん手配を開けてください。太郎さんはなんちゃ、ドラはパーワン、一本バーで教託が一本。この状況の中、今回の手配はデキメンツはありません。はい、これはね、ちょっとね、構想が難しいところですね。どういう風なイメージ立てるんですか、こういうので漫画を作って。まあ今イメージするよりは、はい、もう一枚積もってきたからのがイメージ限定できるんで。すごい正論でございます。はい、これからましょうか。はい、どうですか。まあさっきちょっとね、本一を見たかったんですけどね、これどうだろうな。これのイメージは、はい、まあイーチ赤ドラになりましたね。今いらっしゃらない赤も、赤とドラを基準にリーチ前提の手組みをしようかなと思います。ってなると、はい、まあ、絶対使う。あとはうちの牌も残していくってことか、はい、こういう。これね、僕じゃ最初牌面見た時ちょっと本一イメージしたんですけど、これが、うん、例えば本一は想図ですか。そう、想図を字だったら、うん、結構数番切りそうだなと思ってたんですけど、うん、これが数ピンだった。来ちゃいましたね。本一面より本一よりも、例えば、まあ、やっぱりマンガンベースなんですよ。マンガンを上がりたい、うん、マンガンクラスの手で見合う手でぶつかりに行っていきたいっていう感じなんで、これマンガンに一番近い、やっぱり本一よりもリーチ、後に出てくるドラドラだったり、うんうん、赤ドラだったり、まあ、単色だったり、まあ、面ピンドラ1だったり、裏ドラ込みで、マンガンを見るような打ち方の方が多分近いと。なるほど、この第一つもによって、イメージはリーチ方面に、はい、そうですね。でこれで、20日なんなんですけど、はい、なんちゃです。まあ、なんちゃなんで、まあ、これ、もうこれは僕の中でもほぼ当たり前で、やっぱり自分だけの風、人の風は、もうこれから切るのがもう、みんなが役になる、初。はい、もしこれがダブトンだったら絶対ダブトンから切るんですね。おー、なるほど。絶対ではないですけど、ほぼね。まあ、それがセオリーだと思ってください。はい、タローマージャンの。はい、もう、はい、まあ、多分合ってると思いますね。やっぱり、先に、やっぱ後から切れば切るほど泣かれにくいんですよ。うん、ただ先に切る。もしこれね、青統一でも、意外と統一でも他がまとまりすぎて、まとまってなくて泣けなかったりもすることがあるんで。ああ、一泣きそれでしないって方も多いですもんね。はい、そうですね。なんで、やっぱり、早めに切った方がいいんですよ、うん。はい。風と一緒ですね。早めのうちに。そうっす。さあ、ハツが2枚見えになりました。もし何が重なった時って、また変わるんですか？思考。重なったら変わりますね。当然。はい、これでもう。ローピンが来た。はい、もうこれでもう面前手順で、まあ、自分の手。まあ、別に人の、まだここはちょっと親が結構早そうな手配ではあるんですけど。ちょ、うまくって切ってますね。まあでもまだわかんないですよ。ねえ、まだ内容はわかりませんが、はい。これがね、人によってはめっちゃ早い時もありますね。人によっては。例えば、おとなしめな人、自配はとどめながら手は進みません。例えばどなたですか、 M リーガーで言ったら。まあ言えないですけど。で、名前だけは大丈夫って言ってください。まあそういう傾向の人もいるじゃないですか。うんうんうん、そういう人の場合は、ちょっと、比較的基準を高めに持ちますけど、はい、まあ基準としても結局、わかんないですよ。幅なんですよ。うんうん、比較的いい寄りだなぐらい。めっちゃいい時もあるし、うんうん、まあそこそこの時もあるけど、比較的いい寄りだな。まあすごい悪いことはないよってことですね。はい、まあ決めつけないことが大事ですね。うん、だからある程度の、レンジというか、その人のうち、持ってる打ち方の中の、大体この、この人がこの攻撃したら、大体このぐらいの幅があって、めっちゃ速い時もあれば、それでもだけもあるっていうニュアンスでいいと思うんですよ、別に。かなりじゃあ人は人によって違うんですね。そうですね。大事ですね、その例えばこれ村上純がやりました。はい。別に当たり前すぎて。あ、確かに。はい、もああ、そっか、ぐらいですよね。はい、で、例えば誰だろうな。タッキーとかがね、やりました。はい、ちょっと怖いなっていう気持ちになりますよね。あ、でも分かりやすい。確かにそうですね。なるほど。今回ドッポさんですけど。ドッピーだと。ドッピーだと。まあ、ドッピーって呼んでるんですね。その間ぐらいですか。あ、中間ぐらい。はい、タッキーとズンタンの間ぐらい。ありがとうございます。というわけで、今回は。まあ、これはもう自分の都合でないと。はい。自分の都合で切りました。ドラにくっつけたいですね。同じドラを引くか。あとね、Mリーグルールですから赤は入っています。さあ、
どうだ？かあ、重たくなったな。重たくなった。はい、ペンチーワンの受け入れができましたね。そう、ペンチーワンの受け入れ、嬉しいんですけど、意外とこれ、ね、つもぎっちゃうのもありなんですよね。え、そうなんですか？はい。パワー1は、チーワン引いたら別に振り手にすればいいし、はパワー1を縦で使う感覚で、単用にしたい、はい。重ねて。はい。これ意外と難しいです。これ、スーワン切って、スーワン、まあ、多分スーワン切るのが普通っぽいんですけど、多い意見は打数ワン。数ワン切るとほぼペンチーワンに依存する構えになっちゃうんですよね。そうですね。早めの引っ掛けぐらいですか。そうです。パワーワンを縦に引いたときに、うん、やっぱりターツ候補に残しておきたい派なんですよ。うんうんうん、なんでこれは結構ここね、微妙です。太郎さんの人はどうなるんだろう、楽しみです、ね。まあ、数ワンか9ワンで今僕は悩んでるんですけど、これってどっちがいいかはちょっと方向性が違くて単純比較はできないんですよ。うんうんうん、でもこれはここを考えることが大事で、はい、数ワン切るメリットは、まあ、いい3点、3点数が上がって、ストレートの展開に組みやすい。9分切るメリットは、パワー1縦からの、まあ、主にパワー1縦からの、なんだろう、変化。うんうんうん、まあ、で、ローワン引いた場合、あ、ローワンじゃない、チーワン引いた場合も、それほど、まあ、両面の振り点受けですけど、両面で高め3色の受け、みたいな形が残るから、それほど悪くないと。そうですね、6、7、8。ちょっと柔軟気味、結構直線気味、どっちがいいかですね。いや、悩ましい。まあ、でもここは、ちょっと直線気味に行きましょうか。今回は、はい、どちらの思考も持って選んだのは直線。そうですね。なるほど。この辺はね、はっきり言って、どっちがいいかわからないながら、うんうん、僕の中では、もうほんとビサで、ここは数ワンかなっていうぐらいの感じですね。でも大事なのは、その候補がどちらの思考にあることですよね。そうです、そうです、そうです、うん。なるほど。今回は直線的に、ペンチーワンの受け入れ残した、他に、ね、ドラ表で1枚見えている G1。結構ね、やばいですね。ダブトン切り今、あれですか、はい、親ですね、はい、4巡目にトーン。まあ、実は、下地さんも結構や、ちょっと早め、トヨメンさんが一番、まあ、捨て合いそうに言えば、はい、トヨメンさんが一番、ちょっと劣ってっかな、みたいな。991。レンジが、めちゃめちゃ広いけど、はい、まあ、大したことない可能性が、まあまあ高い。両脇が。両脇がまあまあやばめ。あらあら、はい。ある程度整っていてもおかしくないような捨て合いに見えている、はい、ということですね。まあ、ただそれだけであって、はい、まあ、でもちょっと、怖い。上地さん、ちょっと、あと、ダブトン切りとか自分の自家瀬切り、はい、自家瀬切りって結構早くて結構レンジ高めになるんですよね、うんうんうん、早いですね。じゃあ実際、はい、まあ、大体やっぱりセオリー的に初チュンって切って自家瀬、例えばシャーチャであれば自家瀬のシャーが出てくるんですよ。で、自家瀬のシャーが出てきた時は大体もう厄介ないんですよね、手配に。一般的には内緒だ、内緒ですけど全部流れてますけど結構大事で、でもいい情報、はい、はあ、え、じゃあもう上地は結構大変じゃないですか。いや、上地さんしかもダブトンだから、自家製どころか、ないないない、自家製のリャンハンですからね、重なったらね。これは結構やばいんですよ。あ、ちょっとじゃあ、ちょっと黄色信号ぐらいつけとくわけですか。はい。はい、で、この手配。またここで。またここで。やってきましたよ。本当は、ちょっとシャーぐらい行きたいんですよね、この手は。あ、そうですか。はい、目いっぱいにどんどん。例えばパワー1重なってから単用とかもあるから、シャーぐらい行きたい気配。例えばこれ親だったら、ゆったり行きたいところだ。シャー行くところの手なんですけど。うん、はい、今回は、今言った両脇がいます。そう、両脇を見た限り、うん、これはちょっとシャーはやりすぎかなと。ちょっと違う。後のディフェンス力が。皆無になりますね。そう、手配のゆとりがちょっと足りない。はい、あ、じゃあちょっとどうしましょう。どの方向で行きます。なんで、今、候補としては、はい。パーソシャーの代わりに。ああ、なるほど。ジャント1個でいいですね。そう、ジャント1個でいいから、パーソを切っていくか、はい、今、一番孤立するスーピンを切っていくか、ほう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 、まあ、もしくは、Q1、苦しい、これも結構、なんで、苦しい形で勝負しにくいんですよね。ああ、最終形がペンチーマンになりかねないし。はいはい、シャーは、スーピンの横に伸ばしてシャーをアンパイ感覚で持ちながら、パーの縦だけ捕まえるみたいなね。うんうん、の打球腕も、もう候補にある。はい、どれを選ぶんでしょうか、この状況。ね。で、僕は、まあ、これ赤い位置あったことによって、はい。リーチ赤裏だったり、リーチいつも赤だったり、メンピン赤裏だったり、はい、で、ちょっとね、手配の価値が、ドラを絶対に欲しくない点だったんですよ。ほうほう。なんでここは、なるほど。はい。ドラは、縦だけに使って、はい。様子見ながら切ることもあるし、重なったらもうやるぞっていう構えで、はぁ、9番だ、はい、これで1枚浮かして、まあスーピンの横からもね、へー、なるほど、できればスーピンの横かパワー1縦かからシャーシャーっていって、なるほど、勝負して安全な道も残りますしね、はい、あ、ここで打球腕なんだ。はい、まあ、元から球腕ね、結構聞いたかったんですね。まあ、その前からね、思考にありましたもんね、数は切るときからね。まあ、ドラヒョンってね、やっぱりみんな使いたいですからね、所在がいつまで経ってもわからないまま、そこに依存しなきゃいけない、この不安な気持ち。
最後までね、ダイアナって耐えられないんですよ。早めに弾いてくれればね、もう嬉しいんですけど。ああ、なるほど。つもぎりのスーピン、はい。いや、まあね、スーピンもいらないぐらい。うわ、来ちゃったよ。これどうしますか。ここで、ウーピンとか弾いて、はい、リャンゾ、サンゾを弾く道を残すか。まあ、これもイーシャン、これはイーシャンで取らないんで。残すか、はい、パワーを縦にいて、マグネシアの道を残すかですね。はい、どっちを取るか。これはもう、わかんない。どっちを取ってかわかんない。現状イーシャンテン。はい。だけど、今回は、はい、今回の判断基準としては、うん、まあ、一応、上茶さんの親の現物で。はい、そうだ、今、現物になったんだ。はい、パワーピン、ウーピン引いたら、はい、例えば赤いピンがあるんですか。そうですね、はい、赤いピンとか引いたら、3面ちゃんなり、二度受けも解消して、いけるから、まあ、パワー1だけが高くなる道じゃないよと。ウーピンは、打点とマッチの形も良くなる道があるんで、ここは、はい。ドラを切る。まあ、パワー1引きに相当する赤組引きっていうのがあるんで。ありますね、確かに。はい、リスクヘッジも含めて。おー、じゃあこの M リーグならではのまた判断でもありますか、はい、そうですね、まあ赤のない麻雀だったら、ね、もう、はい。多分 Q1 も切らずにシャーをとかね、切ってるんですね。なるほど、今回ドラも切っていきました、はい、ペンちゃん外し、はい、さあそのドラは誰からもポンの声だったりはありませんでした。あ、しまちゃんが合わせてドラを切りました。あ、ましたね、はい、しまちゃんもね、今回なかなかなんですよ。形がある程度いいはずだと読んでましたね。でもこれ両脇もかなり早そうですけど、太郎さんも早そう。急走手出しだけはクソっていってました頭の中クソなんですよ。あ、急走のことクソって呼んでらっしゃるの。まあ短いじゃないですか。頭の中で急走って思ってると、はい、急走ね、あの急走どうですか。これはちょっと気になります。どう気になるんですか。急走は明らかにいる範囲なんですよ今ね。これ他のよりも急走が大事だったってことですもんね、はいはい、可能性的にはファーストが自分3枚、まあ、まあ、つもっと話しましょう。大丈夫です。ファースト3枚持ってるんで、あの、チーソーを持ってる可能性がかなり高いんですよ。ああ、なるほど。チーソー、例えばこれ月にチーソー出てくれば一安心ですけど、次の順目に。チーソーが出てこないとなると、あいつ盾じゃねえかみたいな、盾っていうのは、2枚以上になってる可能性がまあまああるんじゃないかと、いう推理ができちゃうんですよ。だからあんまりちょっと、すごい。チーソーが不安。な気持ちになっちゃうんですね。ここですね。はい。しかも絶対使わなきゃいけない、ね、このターツだけは。このターツだけは何が何でも。だから今の一瞬で、この部屋の価値が、僕の中で、3割減ですね。はい、そんなに、あの一打で減っちゃうんですか、はい、上がりですか。あ、すごい。でも、読み方としてもいいですね。なるほど。もちろん、パーソンね、例えば6パーとかでも、はい、なんか8、9って持ってて、小さい1枚持ってないケースもあるんですけど、まあ、それは可能性の問題で、そうですね、自分からすでに3枚目で、残り、4枚の小さくパーソーはほぼ持ってるんですよ。まあ、キーソートイトとしてっていうケースもたまにありますけど、うんうん、ほぼ持っていて、チーソー、残り4枚のチーソーを持っている可能性と、残り1枚しかないパーソーを持っている可能性を考えたら、やっぱりチーソーを持っている可能性は圧倒的に高いんですよね。そりゃそうですよね。なんで、そういう意味で、不安、はい。不安になりながらも。でも、上がりたいんで、ね、ここで降りるわけにはいけないんで。はい。つもぎりのペー。どこ、あの、ソーズ引いたらリーチですよね。いや、もう当然。不安だけど、はい。で、ウーピンが来た時には、この端っこに寄せたこっちを払っていきたいってことですか？はい、そうです。うんうんうん、でもなかなか。あ、出てこなかった。でもまだチーピンと、つむぎりでしたもんね。安牌の比較だと、くわー。来ましたよ。でもこれはリーチです。そうですね。でもあの人がね、上地さんが。あの人が、ドンポさんがね。はい。小さい1枚だったバージョンは結構余るんですよ。でまだどっちか明らかになってないけど、うん、この手をもし上田さんがね、はい、めちゃめちゃいい手で、うん、親山のいいシャンテンになったとしても、うん、テンプルかどうかは分からない。そうですよ。でこの手をやっぱり そういう状況が想定できるとしてもこの手がここから降りるなんてありえないんですよ、うんうん、だからもうこれはまあ当然のリーチです。うん、行きましょう。リーチさあここで太郎さんリーチ。なるほど、いろいろこう思考は深い中でもしっかりリーチの判断で曲げていきました。はい、あ、ここで、下茶様、チーですって。選んだのは、赤ウーピンを使っての両面チー。めっちゃチーテンっぽいっすね。チーテンに感じる。そして、はい、切ったのは、両ワンです。無筋、無筋でしょ。まあ、これ多分ね、ほぼチーテンなんですよ。あ、そうなんですね。はい、まあ、あの、でも僕、リーチしちゃったんで関係ないんですけど、うん、
多分周りから見るとそう見える。何点ぐらいに見えますいや点数は分かんない。まあマックス赤ドラの残り赤ドラとかの、うんうん、まあドラ1枚使ってもう1枚使って赤ドラの8000、まあ、それがマックスじゃないですか。僕1枚赤持ってるんで、うんうん、これがほぼあと3色とかたまにありますけど、うんうん、カンガの3色もちょっとあるか。おそうですね、パワーはドラ表なんで、でもその場合はレモン先になりそうなんですよね、大体。なるほど。まあでも分かんない、それ考えてもしょうがないんで。はい。まあ、この後の手段次第で、うん、別に僕もリーチだったんで、この人本当は見る必要ないんですよ。うんうん、あ、比較的通る範囲で多分粘ってるんですね。おもしくは一発消しとかもある。まあちょっとね、タイプによるんで、この辺ははっきり分かんないんですけど。うんうん、対戦に。まあリーチしなければ、ね、今、点、地位点だと思ったところから、ちょっと違和感。思い直し、うん、あ、違ったのかみたいな。ドラマ版に3枚目になった。ロン。さあ、ロンです。リーチやか。ドラマ乗るか？あ、乗りました。5200、5500。はい。一本場なので、5500点。積もってましたね。いや、まあ、でもそれは気にしない。マージャンそういうゲームじゃないですか。それみんな言うんですけど。よくね、聞きますけど。気にしないです、太郎さんは全く。いや、気にはなりますよ。なってるんですね。だけど、はい、それを言ってもしょうがないんですよ。まあ、一応、心の片隅に置いとくぐらいですか。そう、そこを、もうゲーム性を、それって錯覚させちゃうんですよね、そういうこと言うと。だから僕、それめっちゃ嫌いで。あ、そうなんですね。それは言わないです。あ、そうなん。ちょっと思っても言わない。心の中。では、皆さんの手配も開けていただきましょう。さあ、今回はこのような、形になってました。実際、生やそうと言ってた、両脇ですね。あ、でも確かに、整ってますね、形としては。何か気になるところあります？いや、思ってた通りですか、みんな。いや、思ってた通りっていうか、うん、推理が当たってるかどうかどうでもいいんですよ。うん、もうこの手に関係ないんで、もうこの、なるほど、じゃあ、これ、この時間、なしでもいいですよ。次から。いや、別に。いけますあの振り返りするんですけど。番組的に見るのはいいと思うんですけど。はい、太郎的には気にならない。あ、まあ、だから、この番組的には必要ですね。あ、はい、大人の意見で固めてくれました。はい。でも今回、上がりが決まって、見事、先ほどのね、京太君戻ってきましたね。ほんとしっかり。ですね。ねえ、帰ってきました。そしてね、この後親を迎えますから。はい。はい、どんな風になっていくんでしょうか。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。